民放テレビスタートの日の8月28日日曜日朝6時20分の日本海は風はほとんど今はないですね。海には今ミドル付近からひょっとしたらテイクオフできそうな波がブレイクしてましたが、あ、今左の奥でも割れてますね。こちらも無風でいい感じのうねりが入ってきますが、待てばどうなのか分かりませんが、インサイドブレイクですね。あ、でもいい感じで割れてきますね。おー、左はこのミドル付近から割れてきます。お、これですね、これです。まだちょっと厳しいか。気温は21度ぐらいです。風はないですね。無風の中でとってもいい感じのうねりが入ってきますが、インサイド気味に割れます。待てばミドル付近からひょっとしたらテイクオフできるかもしれないぐらいのブレイクはありますね。小さいですけど。今日終日どうですかね。入ってきた、うねりが入ってきた。どうやろう、どうだ、いけるか。おー、ブレイクした。ぴったりそこにいればテイクオフできるかもしれません。もうインサイドすごいことになってる。昨日ボール上だったキノコが傘が開いてますね。かなりでかい。